身長美容医師医学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で、ね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長を伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日なんですけど、ズバリね、新しいミッショントールジャパンについてお話をさせてください。実はですね、私のクリニックがオープンしたのが2020年の8月なので、まあ、これで丸々4年経ったような形になります。で、まあ、その中です、まあ、身長先生というキャラクターを通して、皆さんね、身長治療っていうのを、お伝えしてきたような形になります。でその中で、まあ、4年間経ってです、ね、私もです、ね、より一層次のステージに行きたいというところで、ビジョンとか、ミッションとかそういったものを新しく刷新しました。でビジョンが今回最高位の概念になってきて、リボン X 骨は変われるって、こういったような、ビジョンの名前になっていますね。この骨って普通と骨って変わらないっていうところなんだけど、それを変えられるんだよっていうのが、大きなビジョンのメッセージになってきてます。で身長もですね、私が登場するまではですね、もう全て遺伝で決まってしまうというか、変えられるものではないというふうな認識がおそらくね、皆さんも強かったと思うんですけど、私の動画見ていただくとお分かりいただける通り、身長って実は変えられるんだよというのもね、そういったのも皆さんご存知かもしれません。でそういったですね、リボン X 骨は変われるというビジョンを、新しい世界ですね、新しい世界を作るためにはですね、ミッションがあって、ということで、ミッションが200とトールジャパンということで、私、膝の再生量も一生懸命やってますので、まあ、それと、このですね、身長先生がお話しさせていただいて、いつもね、トールジャパンというところですね、まあ、この2つになってきます。でトールジャパンに関して言うと、国際競争力が求められる時代、日本人の平均身長は世界で100位を下回ると、身長先生を中心によりよく生きる医療を実現する、日本人の身長プラス10センチミッションを開始する、まあ、一応こういったような文章になってきます。まあ、これはちょっとその他のところと文言を合わせるためにですね、こういったような文言になっている部分もあるんですけども、まあ、一つね、重要なポイントとしては、よりよく生きる医療っていうところ、ここが、今回の、まあ、ミッション、ビジョンも全体としての意見で結構強く押し出している部分になります。本当にですね、人生100年時代になったというふうに言われています。2007年に生まれた子供はですね、なんと平均寿命が107歳だそうですね、ということで、107年間も生きなくちゃいけないっていうですね、まあ、これは良くも悪くも大変だなというふうに思ったりもします。まあ、その中でですね、まあ、身長はですね、まあ、大体16歳とかぐらいで決まると思うんですけど、それ90年間とですね、同じ身長で生き続けなければいけないというところで、まあ、その中で少しでもね、悩みが少ない状態で、よりよく生きていただくというところで、私もですね、まあ、身長のカウンセリングするときよくお話をしていますね。身長伸ばす、ね、なぜ伸ばしたいですか、ここは重要なんですよとお話をしていて、身長伸ばす理由はですね、たった一つですね。実はそれは、お子様が幸せになっていただくということ、そこが私、重要だというふうにお話をしています。なので、身長が伸びたからね、どうこうではなくて、まあ、それだけではなくて、身長を通してですね、そのお子さんに幸せになっていただく、よりよく生きていただくっていうところを私、注力しておりますので、まあ、そういったよりよく生きる理由を実現するというような形で、まあ、プラス10センチミッションというふうな、ところをですね、まあ、掲げて、させていただいてます。で、その中でですね、まあ、トールジャパン、具体的に言うと一番重要なポイントに関して言うと、まあ、これを実現していくって、そういった、まあ、夢物語だとかも重要なんだけど、実現していくにあたって、すごく重要になってくるのが、検査協力機関。ね、検査協力機関という単語が、すごくキーワードになってきます。で、私自身ですね、このずっと、まあ、その大阪とかに直営店をずっと出そうというふうに思ってて、まあ、今でももちろん機会があればいいなというふうに思ってるんだけど、やっぱなかなかコストもすごくかかりますし、ね、そこがなかなか難しいというところで、まあ、具体的に言うと、各クリニックですね、各都道府県のクリニックさんと協力をしていって、このトールジャパンというミッションを、達成できるんじゃないかなというふうに考えています。で、実はもうこの動画を撮っている、もう今日の時点でですね、まあ、実は大阪と愛知と、福井でですね、この協力、検査協力機関がもう決まっていて、すでにですね、そちらの方も徐々に始まりつつありますので、まあ、そこは一体。ただですね、現在は福岡とか、九州の方とか、その広島の方とか、まあ、そこら辺とか全然まだ決まってませんので、そこら辺も随時募集しておりますので、そういったですね、協力してくださる検査協力機関の、ね、クリニックがあれば、ぜひご連絡いただければと思います。特に手のレントゲンが取れる施設ですね、まあ、採血はどこでもできると思うので、手のレントゲンが取れる施設で、こういった私のミッションに共感していただける先生ですね、まあ、全国整形外科先生をぜひご連絡いただければと思います。患者さんの皆様におかれましてもですね、そういったことを達成するにはですね、患者様の声が一番重要になってきますね。大阪に作ってほしいとか、そういった声がたくさんあったからこそ、大阪の先生もご協力いただけるような形になりましたので、まあ、そういうふうに皆さんもコメント欄の方にぜひね、何々県に作ってくださいとかね、地元の、エリア書いていただくとね、お医者さんも動きやすいと思いますので、そういった患者様がね、声を上げていただくと、そこをご協力いただければと思います。ということで、まあ、今回ですね、トールジャパン新しいミッションについてお話をさせていただきました。今後ですね、全身全霊でね、本当そういったトールジャパンで未来をね、作っていきたいと思います。これから皆さん応援よろしくお願いします。それではまた。